児玉愛理です。職業は俳優をやってます。人に注目されることはまあ慣れてますね。大丈夫です子供の頃から有名人になるのが夢だったので、今回はなんか俳優としてっていうよりはもう一人児玉愛理として今日来たので、今までその脈がないなって思ったことが正直なくて 100% 捕まえてきました。自分から行くんじゃなくて、なんか相手にそうさせるように仕向けるっていうタイプですね。本当とにかく目で勝負してきました。目線です。今まで結構自分を偽っちゃうところがありまして、まあ、恋愛においてですね、相手に合わせる、相手によく見せたいっていう願望がやっぱりあるせいで、実際の自分よりもこう高く見せてしまうといいますか、それをちょっと克服したいなっていうのもあって応募しました。偽ってる方が楽しいかもしれないんですけど、でもその裏が辛いというか、一人になった時が結構やっぱ辛かったりするので、だったらそこの境界線設けない方が絶対人としても楽だし、俳優としても楽だなって私は思います。長谷川さんは顔はすごくタイプです。中身に関してはまだわからないので、まあ、楽しみですね。嫌なところとか見てしまったとしても、そこも好きになれるのが私の強みだと思うので、私は逃げずに最後まで戦いたいと思います。今回恋愛そして結婚へと向けて動き出すんですけれども、まあそれって結局一人の人として多分成長できるチャンスだと思うので、もう今以上にさらに強く強い強い強い俳優にそして人になりたいと思ってます。私らしくありのまま、もう絶対に偽りません。これが私です。